どれくらい時が経ったのだろう。鏡に映した顔に問いかける。人の優しさを知らない野良猫のような、行き場を失った瞳の奥、夕暮れの風がすさむ心をなでてゆく。空を見上げても胸の何かが開けられない。あの雲の向こうには何が待っているのか。そしていつか越えれたら、その答えを教えてくれるのか。作詞した CD が全国発売されてます。作詞作曲した作品がカラオケで歌えます。作った楽曲のおかげで CM に出れました。なぜでしょう。なんで。ヒント。作品をに応募しました。作品をに応募しました。何に応募したの教えて。正解は全国レコーディング歌謡祭。レコ祭でグランプリを取りました。詳しくはレコ祭で検索。